水素チャンネルニュース第143回2022年5月14日号この番組は水素エネルギーに関するニュースをお伝えするラジオ番組ですお聞きいただきましてありがとうございますアナウンサーの新浜メチスです今回はおよそ2022年5月1日から5月14日までのニュース 記事22本です。絵は、スタートです。記事1番、5月6日の環境ビジネス。大阪ガス、再エネ由来水素とバイオガスでメタンを合成。万博会場で活用へ。引用。大阪ガス、大阪市中央区は4月27日。水素サプライチェーン構築、実証事業を行うと発表した。 次の2本の記事は、同じニュースです。記事2番、5月10日の NHK ニュース。北海道電力、土壌電力活用し、苫小牧で水素を製造へ。記事3番、5月12日の環境ビジネス。北海道電力、1メガワット級水素製造装置を導入。2023年運用開始。引用。 北海道電力、北海道札幌市は北海道苫小牧市に、1メガワット級、水素製造装置、水素発生量、毎時200ノルマルリューベ、を導入する。8月に着工し、運用開始は2023年3月を予定。次のニュースです。記事4番、5月11日の日経クロステック。 将来の水素供給コスト、見通し変わらず、川崎重工社長、引用。川崎重工業代表取締役社長執行役員の橋本康彦氏は2022年5月10日の決算説明会で、将来の水素の供給コストの見通しに変わりはない、との見方を示した。 記事5番、5月12日の日本経済新聞。大林組、福島でグリーン水素供給網構築。AI で効率搬送。引用。大林組は再生可能エネルギー由来の水素のサプライチェーン、供給網、構築に向けた実証事業を。福島県浪江町で始めた。 記事6番、5月5日の NHK ニュース。CO2 排出せず水素を製造。三重県などの中小企業が実証実験へ。記事7番、5月11日の NHK ニュース。日本が水素で負けるのか。記事8番、5月13日のテレビ朝日。水素の価格を2030年に3分の1へ。 経産省記事9番、5月8日の日本経済新聞。グリーン水素社会とは、交通機関も再エネで、映像解説。記事10番、5月8日の日本経済新聞。ブルースイソ、欧米が CO2 削減の基準強化。日本で遅れ。記事11番、5月2日の家電ウォッチ。 水素の活用で再生可能エネルギー100%化は実現する。初の実験をパナソニック工場で見た。記事12番、5月13日の日本経済新聞。ケラが米火力発電を買収。脱炭素へ水素混焼に転換。引用。ケラは13日。 米マサチューセッツ州などの火力発電所を米投資会社から買収すると発表した。記事13番、5月9日の日本経済新聞。水素の利活用、計算省経験者で厚み。規制緩和に尚余地長田町政策マップ。記事14番、5月6日のマイナビニュース。 水の電気分解による水素の発生効率を向上させる技術。京大が開発。引用。京都大学、京大、と科学技術振興機構、j s t は5月2日。これまで水電解効率のボトルネックだった酸素発生の効率が、約1.5倍向上、を発表。記事15番。 5月11日の日本海事新聞。名古屋港、ガーデン不頭で水素エネルギー店。27、28日。記事16番、5月6日の毎日新聞。バーナー燃料に水素。日本電気ガラスが成功。CO2 など抑制に期待。引用。 特殊ガラス製造大手、日本電気ガラス、大津市青蘭には、ガラスを溶かすバーナーの燃料に水素を使う実証実験に成功したと発表した。記事17番、5月11日のカーウォッチ。ボッシュ、水電解装置、の中核コンポーネントの開発に着手。水素の生産は2025年開始予定。 引用。ボッシュは5月4日、検知時間。水電解装置の中核コンポーネントである、スタックの開発に着手したことを発表。記事18番、5月4日のアンプ。水素電車が話題。100兆円以上の水素経済、到来見据えた水素テック投資の加速。 記事19番、5月12日のレスポンス .jp。ルノーの水素エンジンコンセプトカー、素材の95%をリサイクル可能に。5月19日発表へ。記事20番、5月11日のジェトロ日本貿易振興機構。アントワープブルージュ港。 水素輸送や CO2 回収、利用、貯留、区化す、お推進、ベルギー。引用。アントワープ・ブルージュ港は4月28日。両校の合併後の共同成長戦略を発表した。記事21番、5月9日のジェトロ日本貿易振興機構。中国の燃料電池車メーカー。 水素動力の作業用車両を世界初とアピール、中国。記事22番、5月9日のジェトロ日本貿易振興機構。欧州委クグリーン水素の大規模展開に向けて。展開層の製造業者と共同宣言に署名、EU。引用。欧州委員会は5月5日。 EU 域内の電解層の製造能力の拡大に向けた共同宣言に署名したと発表した。ニュースは以上です。今回お届けしました記事へのリンクは動画の説明欄をご覧ください。最新ニュースへのアクセスと2000年からの過去ニュースの検索はウェブサイト水素チャンネルへ。 アドレスは https コロンスラッシュスラッシュ p a k a t i 数字の 1.net スラッシュ h2 高木1 n e t スラッシュ h2 です。機会は5月21日土曜日の予定です。またお会いしましょう。お相手は新浜メチスでした。